こんんにちは吉田さんあの仮想空間のの話出てきたじゃないですかこのメタバースって最近言うらしいですけどもこれ新しいテクノロジーとか新しい概念っていう風に勘違いしてる人が多いんですよ。私はねそこにねアンチテーゼを出したいんですけどもまあ、そもそも私たちは昔から仮想空間じゃない仮想空間か仮想空間とともに生きてきたんではないかなと思うんですね、えー。例えばイエス・キリストの話とかブッダの話出てくるでしょであれっていうのは いたかどうかわからないし、実際に名言がいっぱい出されてますけども、それはイエス・キリストが言ったのかどうか定かではないし、ブッダが言ったのか定かではないわけですよ。でも、ブッダが実際に存在して、そういう教えを弟子たちに述べたという仮想をもとに私たちの暮らしや常識っていうのを作り上げてるんですよね。ちょっとわかりにくければ、もっと身近な例を出してきますけども、うんそうですね。 これ行きましょうかあの。トヨタ自動車からオーリスっていう車が出たんですよ。このオーリスっていう車のカーナビゲーションシステムはあの赤い彗星のシャアが喋ってるんですよね。でつまりガンダムという創作物の中に出てくるシャアアズナブルとかねアムロ・レイっていう存在これが実際に私たちの暮らしに影響を及ぼしているつまり想像上の人物が私たちのリアルな空間を作り出しているとも言えるわけなんですよ。 そもそも科学の進化っていうのは誰かが想像して SF チックなね空想物語を現実化したものと言えますからだからそこに何のこの隔たりもないんじゃないかなと思うんですよまた最近 SNS ってのがありますけども最も身近に Facebook などでは仮想の自分を演じることができますよねタワーマンションをレンタルしてそこでなんかね億万長者ブランディングをするわけですよそうすると SNS の中には自分という存在とは別の演じている自分というのが一人歩きしていくんですよそしてしまいにはその一人歩きしたお金持ちの自分に自分が合わせないといけなくなるんですよねつまりセミナーなどでダイレクトにお客さんに会った時に見そばらしい格好できないからちょっとねいいスーツ着たりいい会場を取ったりとかそれからあ見栄を張って高級車で乗りつけたりとかしなくてはいけないつまり 自分の作り出した仮想空間の中の自分に本来の本体の自分がですね操られてるっていう状況が起きるわけですよねいやこれは皮肉な話ですよ YouTube をやっていても多分ね視聴者さんが期待する自分に合わせようと思ってだんだん自分自身が一人歩きしていくっていう感覚っていうのはね持たれてる方多いんじゃないかなと思うんですよ持ってないのは私とか吉谷さんぐらいのもんで、えー、まあでも吉谷さんもねカメラの前に出たらベラベラしゃべるけども もともとはおしゃべりじゃなかったですもんね。つまりは、作り上げられた自分が、本体の自分をまた作り上げているっていうのね、保管、相互保管の関係にあるのかなと思うんですよ。いや、不思議なもんですよね。私はね、麻雀店の親父でしたけども、今 YouTube を見て私のことを指さして、お、麻雀屋の親父だっていう人はいないんですよ。ね、ある人は隠居というし、ある人は投資家というし、ある人は YouTuber という。なんなんですかね。 私はね、私以外ではないんですけどもね、まあ、こういう感じで仮想空間っっってていいうのは実は実ずぶんん前からあったってことなんですよ皆さんもないですかカメハメハを本気で出そうと思ったことってつまり仮想通貨に仮想空間が操られてるってことだと思いますよじゃあ行ってきます